川先生です。渋谷の街なんですけども、気をつけることですね。今通過ですね。こちらですね、このシグナルの時見えないか、このシグナルの時シグナル通りでいいかですね。ここ出てからちょっと待った方が、 1,2 分待ってから打った方がちょっと下に打てるような感じしますけどね。そういう状態なのかというね。こう戻っちゃうね。これここ全部見えないんだけど、ここはぴったしですね。これ戻っちゃうから見にくいね、これね。見れないんですよ、これ。ここでしょ？すぐ戻っちゃうね、これね。なんだろう、これ。前ラインが見えないんだよね、これね。これなんか四角とか見えないの？これ。戻っちゃうね、これね。全然意味ないね、これね。ね、ほら。これじゃダメじゃない。見れないよ、前のが。ここ。これがなんというかひどいな。見れないじゃないですか、これ。前はそんなことなかった。これ前の頃見えたんだけどね、これ。これ戻っちゃうんだよ、これ。これ全部見たいんだけどね、ラインね。これ全然伸ばしても見やしないじゃない。これ止まんないじゃない、これ。ほら。どうしようもないね、これね。全然見れないでしょ、これ。バグで、これ、前のが見えないんで、どうすんだって言ってんだ、これ。バカ垂れ目が。これこれ。ずらして見れないよ。これすぐ戻っちゃうだろ、これ。バグですよ、これ。見てんの。頭しか見えなかった。何も見えないだろうが。これ重要でね、前のシグナルを見てね。なんていう？投資方法が分かんないんですよ。バグだけども、これ MT4 とこう自分で作った方がいいんだけど、作るとね、使わせてくれないんですよ。性能がいいから。自分でこういうね、インジケーターとか自分で作った方が早いし正確だし、ね、この MT とかツールありますよ。自分で作るとこのデータをくれないとかね。ね。こういうことしてくるんですよね。自分でこれ全部作ったら、このプログラムとかこういうのあるでしょ？こんなの自分で作れるから簡単に。でもっと性能がいいしね。バッカバカし、自分で作ったものは使えないって言うんだよ。使っちゃダメだって言うんですよ。投資上はね。頭に来るけどね、みんなが使ってるものじゃないとダメですよって言ってきてね、使わさないんですね。性能のいいのいくらだろう、この全然性能悪いんだね。どこのインジケーターのあれでも。自分で全部作れるからね、もっといいのはね、私はね。急ぎでね、大勢で作るときに、OS なんかは、初めはいいんだよね。あとは自分で作れるから自分で作った方がいいんだけどね、全部の OS もね。Linux とかそういうんじゃなくてね、全部根本的に、ね、ハンマーイバー OS っていうのを作るわけです。粉砕してくるからね。
のゆで卵作ってたんだけど、温泉卵作ってた。ゆですぎたかな。ちょっと食べてみようかな。ちょっとために来てさ、ちょっと待って。これ腕時計。スマートウォッチなんだけど、充電したんですね。スマートウォッチ。スマートウォッチ。それでちょっと。あれね、開発とかソフトとかいうのはね、人間がいいのは団体で大勢でね、一つのものを作るっていうのに早いんですよ。開発とかね、 OS とかね、だから初めは助かるんだけど、一人で全部作れるもんだろ。 OS だってこういうソフトだってね。でもっといいもの作れるんですよ。時間かけて後から自分でね、作れるわけですよ。急ぎはできないんだけどね。温泉卵できたかな。できた。うまい。温泉卵うまくできた。これ温泉卵。うん。まあまあいいよ。で、どうせ買わないから自分だけ使うんだけど、それでいいんだけど。インターフェースね、 OS とか CPU 買った時のインターフェース、これは連動ができなくなる、人間とね。だからインターフェースできなくなっちゃう。温泉卵うまくいった。うまい、うまい。オートにしたらね、作れたね。これよし、これはちょっとこう拭いておいて、でこれがねシグナル待ちなんだけど、これって左の方で見てるんですよ。これ3リットルリターで作れるね。これ買ったけど、ね、まあ、3リットルリターね買ったんだけど、まだ組み立ててないの、そんななくて。後でね、組み立てますわ。それで困ったのは、こういうことですね。そういうことですね。で、これで、この時間的にこう、これはいいですよ、大体打ち方。だけど、まだ、反動してるから上上がってんだよね。これ、見れないじゃない、全部、前のやつが。これ、すぐ戻っちゃうんだよ、これ、どう？シフトしてもダメだし、一体なんだよこれ一体。前は見れたんだよ、ちゃんとこうに。いい加減にして、これこう広げることはできるけど、全然ダメだろこれ。前の見れないじゃないよこれ。分析、何をバカなことやってんのこれ本当に。バージョンアップするけれども、昔の最初のはね、できてたよ。このちゃんとページ見れるようになってたからね。バージョンアップしたら性能悪くなるってのは、性能とか、これ、詐欺だよ、詐欺。やんなっちゃうね。ちょっとね、スマートウォッチの時間あったのかな。
22コンブ、ちょっと狂ってるね。まああのやってないからね、同調してないから、今携帯つけてないから。音速なのは合ってるの、これすぐ消えちゃうのかな、一瞬にしてしか見れないってやつ。なんだこれ、一瞬にしてしか見れない、これ見えたか、また一瞬しか見えないってやつな。一回めくって戻っちゃったのかな、全然分析データ見れないだろこのバグ。 MT 前はちゃんとこうめくればこうね回す、めくるどんどん前のが見えたんだよね。見れないじゃないこれ、全然シグナルのね、どうやって見ることできるのこれ。